こんにちは、金子よしともです。今日のニュースは、小池都知事が新年早々驚きの発表をされたというニュースになります。新築の小建て住宅の屋根になんと太陽光パネルの設置を義務付ける、そういう条例を通そうとしているというニュースになるんですね。こちら、東京新聞の記事になりますけれども、東京都は2022年度、 都内の新築一戸建て住宅の屋根に太陽光発電設備の設置を義務付ける条例制定を目指すということでですね、4月頃に公表をする方針だというニュースになっております。 小池都知事はですね、あ二2021年の12月7日の都議会本会議で、代表質問への答弁で、このように力説をされています。新築建築物への太陽光発電設備の設置を標準化し、ゼロエミッション東京の実現を目指すというふうにおっしゃっていると。そして、東京都は、 2030年に温室効果ガス排出量を2000年に比べて半分とし、2050年に実質ゼロにすると、こういう、このようなですね、宣言をされているわけなんですね。東京都の検討案の特徴は、設置を義務付ける対象を個々の接種や縦売りの購入者ではなく、 供給するメーカーなど事業者にする点であるということで設置を義務付けるのはこの家を買う人ではなくて供給するハウスメーカーなどの事業者これに設置を義務付けるという点が特徴であるというんですね。で東京都の担当者は個人が太陽光発電の設備業者を探すのはハードルが高い ハウスメーカーなど供給者がセットで扱うことで、接種や購入者の煩わしさはなくなると狙いを語っていると。具体的には、大手事業者約50社に太陽光発電設備を設置して、新築一戸建て住宅を販売することを義務づけると。日照条件を考慮して、義務化は販売数の85%程度を想定する。達成できない場合は、 事業者名を公表するなどのペナルティを課す方針だと。えー、こうした内容の条例ができれば、まずは年間の都内の一戸建て新築物件約4万3000個の5割強が太陽光発電設備の義務化対象となる見通しであると。将来的には中小規模のホーム店なども対象に広げることを目指すと。 ということで、小池都知事は、この東京都内の新築小建ての屋根にソーラーパネルの設置義務化あということをですね、条例化しようとしています。こちらはですね、東京新聞の1月3日の記事ですが、この東京都の検討会で問題視された費用負担について、都は設備価格は出力1キロワットあたり20万円台まで下がっていると、 売電や自家消費で投資分は回収できるとすると。ただ、標準的な出力4から5キロワットで費用は百数十万円になり、屋根の耐久性によってはさらに費用がかさむ可能性もあるということで、この標準的な1世帯あたりのこの出力ワット数の費用というのが百数十万円。 普通にこの家を建てるのとは別にかかってくる費用ということになるということなんですね。これは、まあ、この、ね、家を買う人にとっては非常に大きな負担になってくるわけです。そして、この党は今後、補助制度を拡充する方法だが、義務化した場合に補助を継続するかは、検討課題の一つであると。 ということで、これが義務化された場合には、この補助というものも検討をしなければいけないということで、ひょっとするところは義務化すると補助がなくなっていく可能性があるということを示唆しているわけですよね。でちなみに、このニュースに対して、ツイッターの反応このようになっております。ジャーナリストの有本香織さんはこのように言ってますね。こんな馬鹿げた条例を制定させてはならないと。 この小池劇場が日本を滅ぼすという、この本を出して以来、小池都政の誤りを求断し続けて早5年となりましたが、今年は一層大きな声を上げ、愚策を止めなければならない。と 都民の一人としてそう強く思いますそしてこれは三枝さんという方のツイートですね。うわ、ここにも小泉進次郎氏に負けず劣らずの大打つけがいる。こんな条例案に議会が賛成するのおかしいんじゃないの東京と。喜ぶの中国企業だけだよと。それからウイグルと日本の未来を考える会員のさんのツイート。 太陽光パネルの原料、ポリシリコンの約半分がウイグルで生産されており、強制労働の疑いがあります。その使用を義務化するとは何事でしょうか 東京都はウイグルジェノサイドに加担する政策を撤回してください。都民は都庁に抗議電話をということで、この太陽光パネルのですね、原料となっているポリシリコンというのがあるんですが、このうち半分がウイグルで生産をされているということがやはり言われているわけなんですね。このようにですね、ポリ ポリシリコンの世界シェア2020年のデータによりますと、このようにですね、30%のシェアを中国が占めているんですが、45%がウイグルで生産をされているものであるということなんですね。で、そしてこのポリシリコンを仕入れて、このシリコン金属製造メーカーがですね、この、まあ、 その太陽光パネルの部品を作っているわけですね。そして太陽光パネル製造メーカーがこのパネルを作って、そして日本にもですね、大量のパネルを輸出しているわけなんですけれども、 えー、このバイデン大統領はですね、2021年の6月にですね、この太陽光パネルについては、原料がウイグル自治区で生産されているという疑いがあってですね、もうこの、これについてはもう輸入を禁止するという措置をですね、発令されているんですね。 ちなみに、この中国のですね、太陽光パネルの製造メーカーに対して、この日本端子というですね、河野太郎氏がですね、株主になっている、そしてこの河野太郎氏の兄弟ですね、の弟、河野二郎氏が、この経営者となっている、日本端子という会社が、この太陽光パネルの一部品であるですね、端子を作って、ここに納入をしているというような関係も疑惑として起こってきているわけなんですね。 このような形で、この太陽光パネルの原料がウイグル人の強制労働によって生産されている疑いがあるということなんですね。このような中で、 この、アメリカはですね、12月23日に、このウイグル強制労働防止法というものを署名して成立をしてるんですね。これは新疆ウイグル自治区で、全部または一部が生産された製品の輸入を原則禁止をするという法律なわけなんですね。ですから、この同地区で、 えは、この綿花や太陽光発電パネルの素材となるポリシリコンの世界的な生産地なわけなので、この同地区,自治区の産品を米国に輸出する日本企業に影響が出るものと見られるということなんですね。ですから当然ですね、これは、まあ、 もし、この中国からの原材料の中にですね、このウイグル自治区の強制労働が関与している、そういう原材料があった場合、そしてそれをですね日本が輸入して、そして加工して、それを製品をですねアメリカに輸出するというようなことがあった場合には、これ引っかかってしまうということになります。当然、この太陽光パネルについてもですね、このウイグル人の強制労働が関わっている可能性、非常に高い。 わけなので、えここにですね。加担するようなまあ、形で、今回東京都はですねえ。ここに関与してしまう可能性というものが出てくるということなんですよね。そして、この太陽光パネルについては、あの台風であるとかですね。まあ、強風とかですね非常にまあ、土砂災害にも弱く、このようにソーラーパネルの崩落事故というものがかなりですね。えまあ起こってきているわけなんですよね。 でさらに太陽光パネルというのはこの発火をして火事を起こしやすいということもありましてこの宅地のです、ね、屋根についているこのソーラーパネルからです、ね、引火して火事になるケースというのもやはり出てきていると。 これは太陽光パネルのメンテナンスというものが非常に重要で、このメンテナンスを怠ることによって火事になってしまうことがあるそうなんですね。そしてこれ一旦火事になるとですね、この消防隊員が駆けつけて、まあ、あの、消火するわけなんですけれども、水をかけると今度は感電をする危険性がありまして、実際にですね、消防隊員がこのソーラーパネルの消火活動をしていると途中にですね、まあ、感電してしまったというような事例が あまあ、えー、起こってきているということがありますのでこれはまあ,あの消防隊員にとってもですね非常にこの危険性のあるですね、えー、まあ,あものになっているわけなんですよね。<え>そしてこの使用済みパネルの大量廃棄の問題というのも実はありまして太陽光パネルの寿命というのはまあ10年から20年というふうに言われているんですね。10年を経ってくるとですねどん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 この 性能が悪くなっていって、廃棄していくことになってくるわけなんですけれども、この原材料としては鉛とかセレンなどの有害物質を使っていますので、これをですね、ただ単にこの地中に埋めるだけでは土壌汚染になってしまいます。で、このですね、使用済みパネルの この処理というのが非常に困難な、非常にコストのかかるものになってきているんですね。現在のところ、この適切な処分、回収、リサイクルの仕組みというものが、まだ、まだまだま、だ未整備の状態であるということでですね、今後、このように東京都が 新築小建ての屋根に太陽光パネルをですね、設置を義務付けるなどすると、ますますこのですね、使用済みパネルというものが、まあ、今からですね、20年後とか30年後になると、もう大量な、もうそれこそですね、今の何倍もの排気量になってくる可能性があるということなんです。そして、このダイヤモンドオンラインの記事によりますと、2014年にですね、年間2400トンだった このパネルの排気量が2040年度には年間約80万トンに膨れ上がると。で、これは実に10トン積みの大型ダンプカー約8万台分に相当するということになりますので、このグラフにもあるようにですね、まあ、今から例えば10年後、20年後とこういうふうに見ていきますと、この ダンプ化約8万台分の使用済みパネルというものが破棄されていくと。で、これをどのようにですね、処理していくのか、または使える部品は取り出してリサイクルをするのか、このあたりがですね、非常に、まあ、問題がまだ解決できていない状態なわけなんですね。さらに、現在、この太陽光発電というのは、電力会社が 例えばこの自宅のまあソーラーパネルを設置している家であるとか、それから事業所工場などにもですね大量大量のこのパネラパネルが設置されてますが、そこからまあ発電した電力、これをですね電力会社が買い取っているわけですよね。でこの買い取るときに我々のですね電気料金に上乗せされているこの再生エネルギー付加金というもの、これがね我々これが我々の 個人宅の電気料金に上乗せされてそれでですねこの再生エネルギーを電力会社が買い取る一部に賄われてるということになるわけなんですね。ですからこの太陽光パネルがですね東京都の屋根にうわーっと設置されていきますと当然東京都の おおま、太陽光発電量が増えていくわけなんですが、それをですね、東京電力が買い取るときにですね、その負担金の 一部分をですね、我々、消費者の電気料金に再エネ付加金として上乗せをしてくるという、この再エネ付加金がもっともっともっと上がってくるということになるわけなんですよね。実際、我々のところに届くこの東京電力等のです、ね、電力会社からの明細を見てもですね、このように再エネ付加金というのが載ってますけれども、今現在、大体ですね、電気料金の総額のうちの大体10%を ことが、この再生エネルギー付加金になっているというふうに言われてるんですね。 で、この再生エネルギー付加金の単価というのはですね、どん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 年々上がってきておりまして、今現在、大体いい約ですね、全体のトータル金額を計算すると3兆円ぐらいこの再エネ付加金というものが膨れ上がってきているということです。このグラフを見ていただきますとですね、年々この再生エネルギー付加金というものが、このように右肩上がりで上昇してきて、 いるんで,すね、ですから、東京都の新築戸建て、えー、何万世帯というのが、あまあ、これに加わっていきますと、さらにですね、えー、この東京都で賄われている、その太陽光発電の電力というものを買い取るために、さらにこの再現に付加金も増、比例して、この増加してくると。 いうことになるわけで、なので、昼返っては、私たち一人一人の消費者の負担になって跳ね返ってくるということになります。ということなので、この太陽光パネルの設置を、新築小建ての屋根に義務、設置を義務付けるというものはですね、このようにですね、様々な問題ですね、ウイグルの強制労働へのですね関、関与、関係をしてしまうということであったりとか、 それから、事故、火災等のですね、リスクもありますし、そして、このようにですね、コストですね、我々の消費者の負担といったもの、 おですね。そして太陽光パネルの、まあ、廃棄、リサイクルの問題。まあ、このようにさまざまな問題が、まあ、まだ山積みになってきているわけなんですよね。ですから、これは、このままですね、この、小池都知事が条例化をするっていうのは、まあです、ね、ゼロエミッションのためにやっていくんだっていうことでしょうけれども、この問題、未消化の未解決の問題、山積している状況で、押、えー、し進めて本当にいいんだろうかという状況な、 わけなんですね。そして一方で EU に関して言うと、今年に入りましてです、ね、急激なエネルギー不足に陥ってしまって、そしてロシアがですね、この天然ガスの輸出をですね、止めてしまうとかですね、抑制するということがあって、極端なエネルギー不足に陥ってしまったということがありました。それを受けて EU が原子力と天然ガス この二つを脱炭素に貢献するエネルギーと位置づける方針を発表をしたというですね、これは非常に驚くべきニュースですね。EU はやはりこの脱炭素のために再生エネルギーをですね、中心として脱炭素をやっていこうというふうに言っていたんですが、もうこれだけではどうもまかないということが、もうこの今回の冬のエネルギー不足で え、こりごりとしたということから、その方針を覆してですね、フランスはこの原子力を押して、ドイツはこの天然ガスを押してということで、この両者の意見を飲む形でですね、この脱炭素の方針大きく変わってきているんですね。 ですから日本もこの原子力と天然ガスというのは今後ですね、まあ、大きなこのエネルギーの一つのです、ね、供給源として再検討すべきであるというような状況になってきているわけなんですよ。ということでこの小池都知事はですねこういう状況をちゃんとですね考慮にした上で 太陽光に依存するということは、くれぐれも避けていただきたいと思うんですね。その上でですね、この脱炭素ということをですね、考えていただきたいなというふうに思います。このままですね、もう太陽光オンリーでですね、突きっ走っていくぞというような、そういう愚策だけはくれぐれもですね、くれぐれも避けていただきたいなというふうにですね、考えております。はい。ということで、今日のニュースは以上と、 となりますまた次の動画でお会いしましょう最後までご視聴いただきありがとうございましたオンラインサロン金子ゼミではマスメディアが報道しないような歴史経済世界情勢の真実についてメンバー限定でコンテンツをお届けしていますこの金子ゼミの詳細ページは概要欄からたどれますので興味がある方はぜひチェックしてみてくださいね それではまた次の動画でお会いしましょう。